米国、ダラスのハイファイブ、インターチェンジの構造の一例。インターチェンジは、複数の道路を相互に接続する施設であり、幹線道路同士及び、一般道路が交差、または近接する箇所に設けられ、幹線道路の交通の流れを妨げないように多くは、立体的構造を持つ。幹線道路への流入出口として機能する一方、通行道路、ランプが設けられ、 そこで、車は十分加速して、本線の交通の流れにスムーズに合流が可能となっている。なお、日本では、高速道路同士を接続する施設に対しては、ジャンクションの名で呼ばれることが多い。高速道路は、沿道制限が行われ、インターチェンジと呼ばれる、特定の地点からの見出入りが許されるシステムになっている。インターチェンジの配置は高速道路の機能と紅用を、 効率的に発揮させるるようとなる日本、ドイツ、フランス、イギリス、韓国ではほぼ同じようにインターチェンジごとに不番されるが、フランスではジャンクションには番号が振られない。また、日本とイギリスでは一般道からのインターチェンジ入り口にも番号が振られた案内標識が存在するが、ドイツ、フランス、韓国の入り口案内の標識には番号が入っていない。 イタリアにはインターチェンジ番号自体がなく地名のみで案内している。インターチェンジ形状にはすべての車線で平面交差を許容しない完全立体交差型と一箇所以上の平面交差を容認する不完全立体交差型に区分できる。全車の代表格がトランペット型や Y 型で高速道路相互、または高速道路と一般道路との接続に多く用いられる。校舎の代表格がダイヤモンド型や平面、Y 型で高速道路と交通量の多くない一般道路、あるいは一般道路同士の接続に多く用いられる。前者は後者に比べて安全性が高いが、用地面積や構造物を多く必要とするため、コストは 高くつく。日本では設置スペースが比較的小さく済むトランペット型や Y 型が多い。基本的には一般道路の幹線道路に準じる。ガソリンスタンド、駐車場を備えた飲食店など乗用車の利用者向け店舗が多い。また娯楽施設としてボーリング場、パチンコ店なども見られる。自動車販売店やインターチェンジの物流機能を期待して工場。 倉庫、トラックターミナルなども多い。この他に特徴的なものとして、ラブホテル、またはモーテルがしばしば見られ、多数立地することも多い。特に周辺部が文教地区や住宅地である場合、風気や教育環境を満たすとしてトラブルも起きる。自動車の増加による騒音、大気汚染などの他にこのことがインターチェンジ建設への反対要因となることもある。 観光地周辺のインターチェンジでは、土産物の店舗も多い。その他、近年では、ショッピングセンター、スーパーマーケットなど、ロードサイド店舗の集積による、大規模開発もしばしば見られる。特に無料道路においては、サービスエリアや、パーキングエリアの代替として、道の駅、コンビニ、飲食店などを、インターチェンジ周辺に設ける箇所もある。また、高速道路を利用して、 搬送を行うことから、工事救急医療機関が立地することや、インターチェンジが遠い場合は、救急車緊急退出路が整備されることもあり、道路事業の整備効果として3時、救急医療機関への時間短縮が挙げられることも、多い。日本でのインターチェンジは、道路法第48条の3に定義された、自動車専用道路の部分を、道路、軌道、 一般自動車道または交通のように共する通路、その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の方式に規定された立体交差となる施設であり、インターチェンジの所属する道路の道路管理者が管理し、名称等を決定している。道路構造例では、第一種と第二種の道路は、他の道路との接続はランプで接続しなければならない。ただし、 本線車道の相互での平面接続は可能であるが、実際としては交通障害にならないような連続する構造がもっぱらである。道路立体交差のうち、ランプが複数ある構造の施設が、インターチェンジ構造の施設であり、そのインターチェンジ構造の施設の一部に、インターチェンジと名称が付けられている。ジャンクションとは、インターチェンジ構造の施設であり、 構造上では何らインターチェンジと変わりはない。名称は立地する都市名や自治体名などの地名をつけるのが一般的である。しかし同じ都市にインターチェンジが複数ある場合などは京都南、京都東のように地名の後に方角などをつけて区別する。これは日本の鉄道駅の名称の付け方とは逆になっている。また、 二つの自治体にまたがるなどして設置されたインターチェンジは名称確定時に両自治体間で衝突が発生することがある。そのような場合、二つの自治体名を連ねて名称とすることが多い。さらに、インターチェンジ名の重複が起こらない用語から作られたインターチェンジ名称を設定している。 北陸道の朝日インターチェンジと伊勢湾岸道の三重、朝日インターチェンジのケースなどがある。ただし、高速道路ファン手帳の著者、スケタキによる調査によれば、奈良県大和郡山市の西名阪道郡山インターチェンジと福島県郡山市の東北道、郡山インターチェンジは重複している。計画段階においては、主に立地する、自治体名や接続する、 道路名などが仮称として用いられ、開通間近になると確定される。その他、自治体名の変更や、施設自体の変更により変更される場合がある。また、開通後の名称変更は、原則的に行われないが、中には、例外もある。英語名称では、地名以外が含まれている、インターチェンジ名は、空港近隣のインターチェンジなどを除き従来は、 すべて日本語読みのままで表記していたが、最近では、地名以外の部分は、英語表記にされる場合もある。民間施設に直結した、滝ビソンシックは、直結する、民間施設焙煎に由来する名称であるが、インターチェンジの名称は地名であることが、条件のため、民間施設周辺のあざなが、ビソンに変更された。日本の高速道路においては、 インターチェンジ及びジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。現在、日本の高速道路で1から連続で続く最大値は75の8のへこれかはインターチェンジである。基本的に起点1番が振られることが多いから終点に向かって番号が振られていくが、開通当初より設置する計画があるが共用が。 遅れる場合に、その施設を一時的に欠板とする、幹線の道路から分岐するためあえて終点から番号を振る、前線開通すると、環状道路となるため投資の番号が振りにくく、ジャンクションを過ぎることで、インターチェンジ番号を繰り上げるなどの例外も存在する。道央自動車道では、以前は、都心の札幌を中心として南北に伸びる形になっているために、 他の路線とは付け方が大きく異なり、札幌 JCT の隣の IC から南北方向にそれぞれ振られていたが、2018年12月に大沼公園 IC の6から市別県部地 IC の48までスマートインターチェンジを含め連続した番号に変更することが発表された。がない既存のインターチェンジの途中区間にインターチェンジが追加された場合、 その都度番号を振り直すのは大変であるため、ハイフンを用いて、枝番としている。関越自動車道赤木インターチェンジ、塩沢石内インターチェンジなどのように追加 IC では、ないにもかかわらず例外で、枝番が振られた例がある。さらに追加された場合は枝番が大きくなるが、小さい数字の側に追加された場合、番号が振り直される。また、 枝番においても追加設置計画がある場合、あえて欠板にしておくこともある。将来的に本線が延伸された際に備えて、接続する視線に枝番を振る例もある。既存のインターチェンジがダイヤモンド型であり、その間にジャンクションなどの他の施設が追加された場合に、枝番を振る例もある。他の道路と接続がない場合、 接続されるまで、インターチェンジ番号が振られないこともある。また、後から機械通区間の番号が新機械通区間に合わせて振り直されることもある。なお、1972年頃までは明確な番号割り当てルールがなく、各路線ごとに番号割り当てルールが決められていた。また、ここでいうインターチェンジ番号は、料金所番号とは異なる。 1998年9月の道路法改正により、高速自動車国道、または自動車専用道路の連結路付属地に、食事施設、購買施設その他これらに類する施設の事業者を公募して、専用料を徴収した上で専用を許可できるようになった。同年12月、沼田インターチェンジと袋井インターチェンジにおける、 コンビニエンスストアの開業を皮切りに各地で事業化された。横浜町田インターチェンジの料金所有料道路のインターチェンジには料金所や検察所が設けられることが多い。料金所の種類としては、友人によるもの、ETC 設備によるもの、何らかの機器により自動で発見、料金徴収を行うものがある。また、高速バスのためのバス停やサービスエリアや パーキングエリアと併設されることもある。積載物重量制限を超過した大型車両などを高速道路へ乗り入れさせないため、インターチェンジの料金所の手前には軸重量計が設置されており、重量制限オーバーの化石祭車両を1台ずつチェックしている。検問に引っかかった化石祭車両は一旦料金所のゲートを通した後で隅に寄せ、そこで設置された 重量計で再チェックを受けて、超過車両は一般道へ再び返す仕組みである。ただし、制限を超える積載物を運搬したい場合は、道路管理者の特別な許可を得ていれば、通行時間や運行速度の制限を受けることになるが高速道路に乗り入れて通行することができる。出入り口を増やす社会実験として、2005年より SA や PA などに、 ETC 専用の出入り口、スマートインターチェンジが設けられており、2009年1月現在、31カ所が、実験期間終了後に高級化されている。一般的にインターチェンジは、高級運用を前提として設置されるが、短期間の供用を目的とした、仮出入り口として設置される場合がある。主に未開通区間や長期通行止め区間が、存在する際、 末端インターと、市街地もしくは最速ルートとなる、一般道が離れている場合などに、利便性改善のために設けられる。また、国際科学技術博覧会の開催にともない一時的に、開設された例もある。一定の期限が来ると閉鎖される場合が多いが、仮出入り口から、正規インターチェンジに昇格する場合もある。日本の有料道路の料金は、 走行距離が長くなるほど単価が割安になる長距離低減性を適用しており一般道に迂回するとこれが途絶えて迂回しなかった場合よりも割高になるケースがあるため通行止めの場合には通行止めの起点となるインターチェンジでおり通行止めの終点となるインターチェンジで乗り直した場合に料金の調整が受けられるまた2015年以降 ETC 車を対象に 指定のインターチェンジで流出して、道の駅、またはガソリンスタンドに立ち寄り、同じインターチェンジから順方向に向かうことで流出せず走行した場合と同じ料金に調整する社会実験も開始されている。アメリカでは約 5km の間隔でインターチェンジが配置されている。アメリカの高速道路の場合は、インターチェンジ及びジャンクションに基本的に週ごとに マイル数に対応する数字でナンバリングを行っている。同一インターチェンジに複数出口があるときは数字の後にアルファベットが付けられる。アメリカは日本より圧倒的に面積が大きく道路の路線延長も長いためこのような不満であると途中に追加されても基本的に振り直しの必要がない目的地までの距離がある程度わかるなどのメリットが生じる。なお、 IC 入り口の案内標識には路線番号が付けられているが IC 番号は付けられていない。1935年のアウトバーン建設の際に一般道路との接続施設は平均 10km の間隔で設置することとされた。戦後インターチェンジの数は増加しドイツでは約 7km の間隔でインターチェンジが配置されるようになっている。 ドイツではインターチェンジおよびジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。フランスではインターチェンジに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。イギリスではインターチェンジおよびジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。中国の高速道路のインターチェンジには番号が割り振られており、 通常起点を一番とした投資番号となっている。韓国ではインターチェンジ及びジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。ありがとうございます。